少しだけしたんだけど、とあるもの、この時間はね、とあるものをね、ちょっと見せる。こんにちは。そらちゃん尊い10個ありがとう。 MJ さんもありがとう。手紙かな、手紙ギフトありがとう。風が強いね今日、ちょっとやっぱりまだ若干ね風が。てつさんありがとう、強いなっていう。でもそう、多分関東の方はもう天気が崩れてるのか。クロちゃんさん謎に光らしてます。あゆちゃんありがとう、だるま。なんかずっとさ買いたかったものがさ、売ってたんだよね。こんにちは。まつげ、まつげあげるのがめんどくさい。こんにちは。いますか。ビューラーだけしよう。この時間何分だっけな。50、20からだから20。明日もちょっと寒い感じ。50分までだ、50分までか。ワンピースじゃない、ブラウスかな。ブラウス、シャツ、長袖シャツ。今日ちょっと涼しいので、最高気温27度くらい。そうなんだ、こっち寒いですよ。最高気温24度くらい。でも来週の土日は土日あ普通だわ。土日はおしゃべり会なので28度26度くらい。こんにちは。カンタ君ありがとう。
ヤシタさん、かわいい。ありがとう、10個。ゆうつなばさんも10個、ありがとう。ちょっと 秋服っぽい感じだ。でもまだ二十何度って暑いよね、全然。最低気温がちょっとずつ下がってくる感じかな。徐々に。秋服がいいよね、やっぱ。結局ね。コートをさ、羽織らないでいいぐらいのさ、のがいいよ。コート羽織っちゃうと中見えないじゃん。まだちょっと暑いよね。まだ夏服でいけるよね。でも、葵ちゃんさん、ありがとう。コート羽織るのさ、結構なんて言うんだろう、すごいかさばるから嫌だし、アウターなしで秋服着りたいよね。結局ね、羽織っちゃったらなんか中見えないね。アイリが買ったのは、じゃじゃーん、地球グミ売ってたんだよね。すごいすごい時代遅れなんだけど、グミです。じゃあなんか私も初めて買ったんだけどどんな感じなんだろうね。 UFO キャッチャーとかで売られてるぐらいさ、なんか今入手困難だったよね。え、開かないんだけど、ちょっと待って、もうこれ無理じゃない、この微妙な、これ分かります？え、開きそう、開かない、これ分かる？もうこの微妙な、あ、いけた、いけた、星集めてきますって。帰ってきたら食べますか。これね、全然売ってなかったんだけど、見つけました。やっと見つけました。ちょっとみんなが、まあ、帰ってくるまでにちょっとまつげあげよう。星集めから帰ってきたら食べようと思います。地球グミ、グミです。みんなが星集めしてくる間にまつげをあげる人。あともう一種類買ったのよ、グミ。なんかバズリグミをもう一種類買って、もう一種類なんかあったので、葵ちゃんさん、ありがとう。それは次
味がね、まず味が美味しいかっていうことになってくるよね結局。中になんか、中にあれだと思う、なんだシロップみたいなの入ってんじゃない、謎の怖い。ひまわりチャンネル、ひまわりチャンネル、なんかひまわりチャンネル逃走中でしたよね前、その子たちか。地球グミ、果たして美味しいのかどうか。味が怖いよ、ちょっと海外のグミって感じしそうだね、甘いみたいな。謎に甘い。まあちゃんとおうちゃん、うわちょっと熱い。てつさんありがとう。今から出かけるの？出かける予定ないけど、メイクをし、イベント中なのでメイクをしてるという。えらい、なんと何とじゃない、ちゃんとメイクをするという。谷川豊さんありがとう。お昼ご飯はこれからかな、みんなこんにちは。よし、あゆちゃんありがとう。普通のグミとの違いが知りたい。普通のグミで、グミって言っても種類がいっぱいあって分かんないよね。グミ、普通のグミ、なんか私の最近のお気に入りのグミがピュレグミのプレミアムってやつなんですけど、そうプレミアム、めちゃめちゃすごい美味しいのよね。そうハマって、なんか冷ます、あ冷ますってじゃないな、あティフ、ティフで、ティフの、ティフのケータリングのとこに置いてあって、ピュレグミのプレミアムを初めて食べて美味しかったんですよ。リッチ感あります、うん、普通のピュレグミとは違う。なんて言うんだろう、ね、ちょっと分厚いんだよねプレグミよりちょっと分厚くて、あのいいやつなんだよね。ちょっとリアルシュークリームチューいいね。まさきさんありがとう。ちょっとリッチ感があるんですよ。そうリッチな、ジューシー感あります。リッチなピュレグミ、普通のピュレグミとは違うの。ちょっと中に、中に入ってるんです、なんか素敵なお洋服ですね。襟がついてるお洋服がすごい大好きなんだよね。
そう、食感がいいんだよね。プレグミプレミアム、あ、メロン食べたことない。私レ、あ、ライチ、ライチとライチとライチとオレンジ味は食べたことがありますね。伊沢さん、ありがとう。こんにちは。こう寝るように、ライマじゃあ地球グミ一個食べてみようかな。すごいすごいすごい、こんなん、こんなんです。え、なんかさ、なんかでもな、なんかこれ地球、なんかこうやってあってさ、やって食べたりするよね、 YouTuber の。でかい、でか、確かにでか、これグミだよ、これグミになってんだよ、すごくない？で噛んで開けるんですよ。そうできるんかな、ちょっと除菌だけしとこう。アルコール除菌だけしときます。はい。除菌しました。どうなんだろう、これ開くかな、こうやって。怖い、これ怖いっていうか、なんでうまくいけない気がする。開けます。え、なんかこっち開いちゃった。潰れた。で、こっから出てきました。これは失敗かもしれない。ちょっと普通に開けました。じゃじゃーん、すごい香りがすごい、香りがすごい、ちょっと噛んでみないと分かんないね。硬いよ、硬い。食べてみます。うん、断面無理な人は気をつけてください。こんな感じで中入ってます。なんか中はちょっとベリー系のソースみたいなのが入ってて、外側は
何味だこれ。ぶどう系の味だな、でも多分うん、でもなんかちょっとお薬屋さんの味がしたソーダ味じゃないんだけどな、なんかソーダなのこれ。ブドウっぽいんだけどね。でも、うん、まずくはないけど、うん、うん、まずくはないけど、おいしくはまずくはないです。あ、ミラーボールミラーボールミラーボールじゃん。うん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 、まずくない。でも食べ応えがすごいあるグミ、4個入り、1個100円くらいだった、多分100ちょっと、もうちょっとね、味はね、何味なんだろう。これちょっとさ、何味か調べてみようかな。地球グミ味ね、なんかブドウ系、ラズベリーだって。ラズベリーになっていて、中にはマグマをイメージした甘酸っぱいストロベリーのソースが入ってます。やっぱベリー系でした。やっぱりベリー系でした。でもなんか想像してたほどまずくはなかったかな。なんかあれ、もっとさ、もっとまずいと思ってたの。もっと微妙な味なのかと思って、ちょっと恐る恐る食べてみたから、めっちゃ甘いみたいな。あ、でも 甘くはある。甘いは甘い。私甘いの大丈夫な人なので、甘いの苦手な人はちょっと無理かも。マグマっていうことで、そう、ムサさんケーキありがとうございます。すごいまずい、まずいと思ってたから、なんかそこまでではなかったんですけど、美味しいんで子供喜びそうかな。うん、なんか美味しい、美味しさで会話しないかも。なんかエンタメ、エンタメグミエンタメグミみたいな。でも次は違う、また違うやつ。次はね、なんか皮、また違う可愛いグミですね。まあ、ちょっと似たような感じなんですけど、バズってて、次は
この時間は50分までなので、3時25分から次ありますありますのでよろしくお願いします。次もグミ食べてみます。これはちょっと愛知に初めて星投げ3周やってみたいんですが、配信時間が遅れた場合できなくなるんですか？配信時間が遅れた場合、できなくはないんじゃないかな。配信時間が私がもし遅れたらってこと？できなくはない。捨て星の時間によるね。確かに捨て星の時間によります。星回収できるかな。会議中確かに余裕持って捨て星してたらできる。ギリギリでやってます。やっております。今夜すごいな、星投げマスターたちが勢ぞろい。あと1分あと1分次は3時25に会いましょう。またね。次も可愛いグミ次は美味しいかな。いや、ま、今も別に美味しくないわけではないんだけど次もちょっと期待。バイバーイ。またねー。